はい、どうもボボちゃんです。さあ今回はね、海星フォレストスプリングスという缶釣りにやってきております。とにかくね、ナイスなトラウトが釣れるということで、とにかくね、いいトラウトが釣れるということで有名な缶釣りでございます。ただね、難しさも異常だということでも有名な缶釣りですので、ちょっとね今日はガチでやってきました。まずなんですけど、魚の反応を見たいので、言うてもそんな簡単に釣れると思わないですけどね。オレキンのノアロデオクラフト 1.4g からやっていきます。そしてね、今日は半日券4000円でございます。ちょっとね、エリアトラウトの中では高めですね。さあ多分一応見た感じポンドが3つあるんですけど、ここのポンドがね多分一番魚がいると思います。あれどこ飛んだ、もうどこ飛んだかわからないぐらい。もうチェイスがなければもう速攻チェンジですね。ないな。チェイスがないかもしれない。あとね、魚の反応を見つつガンガン移動してったらいいと思うんですよね。ちょっといきなりガチな釣りをしなくちゃいけないかもしれない。まあそれはもうね、覚悟してたんですけど、これはやっぱり魚がいっぱいいますよね。あ、いるいるいるね。まあ、とりあえずここら辺でやってみましょう。とにかくね、魚がいる場所でもうちょっと、まあ1個をスプーンでやっていきます。まだこの辺の魚のは元気そうだね。一番最初に投げたタックルは PE のね 0.25 だったんですけど、こっちはもう PE0.1 でも完全にあのガチなやつです。ちょっとね、水がターンしてるんですよね。こういったあのマイクロスプーン用のロッドですね。反応ねえな。反応が少ないような気がするな。いつもまたね、こう結構コンコンバイトがあったりするんですよね。それがないとなるとちょっと違うかもね。レンジが違うのかな。魚はね、たくさんいるから 1,2,3,4 カウント4。ちょっとね、魚のレンジですね。まあちょっとたぐってることはわかるんですよ。まあ上でもなんかやってるけど、食ってる感じしないよね。なんかね、なんかね、昆虫を食べてるようなそういう素振りがあればいいんですけど、ないもんね。魚はね、いるんだけど、すごいあそこいるけどね。上の方がスイッチが入るのが、お、バイトあったかも。上かな、やっぱり。あ、結構いるんだな。いるんだね、結構。表層引きの方が食うのか。ちっちゃいね。あえて上目でやってみます。食わないな。追ってきた。いいね、追ってくるんだけどバイトまで至ってないね。これ多分直前で見切ってんじゃないかな。これすごい、この背びれをね出して追いかけてくるんですよ元気よくね。あと鳥がすごいいるから、もしかしたら鳥にすごい警戒しちゃってるかもしれないですね。ちょっと表層ホールの方がいいかな。今のところ上のレンジの方がいいらしい。ちょっとカウントダウンしましょう。水深がね 1.8 ぐらいっていう噂ですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13、もう10ぐらいでついちゃうかな。1,2,3,4,5,6、ちょっとカウント6ぐらい、まあ、中層っすね。明確なバイトがない。とりあえず魚は上の方だねっていう感じ。ただ上の方にいる魚がちょっとなんか小さいんですよね。何が正しいのか。
1、2、3、4、5、6、05とか04とかそういう方がもしかしたらいいのかもしれないですね。やっぱり活性の高い魚ですよね。そいつらにあのルアーを追わせて、そんで周りにねスイッチ入れた方がいいと思うんですよね。このボトムに浅いんですけど、ボトムで食わないかな。流れのある方行きます、ね、魚こっちはたくさんいるんだけど、一応岸寄りに一応寄りたがってるんだね。となるとですよ、結構岸に寄りたがる傾向にあるかもしれないですね。魚がやっぱりこういう流れですか、流れをね使った方が食わせやすかったりするんで、この周辺の流れなんですけど、ちょっとね距離があるんで飛ばします。ワンドもねいいんですけど、やはり活性のね高さが欲しいんで、距離が足りないから釣れへんね。当たらないもんな。すごい狭いところでちょっとマイクロスプーンにやった方がいいかもな。ちょっとさほどバイトはねないんだよね、追わないと言いますか、魚が全然追ってこないもんね。あーニジマス食われてる。ちょっとデカめのクラングに変えてみましょう。もっとこう遠投した方がいいかもしれないね。そっちのワンドで食わせることに特化させた方がいいかもな。想像以上にやばいっすね。はい、クラピアの SR ですね。こういった地味めのカラーですね。もうやはりさすがタフってるところといいますか、タフで有名な場所といいますかね。意外と飛ばないな。スプーンがいいかもな。厳しいですねやはり。これきついな。これはどこのレンジルが魚が食うのかがわからない。あったかくなった方が食うのか、明らかね岸寄りに魚がいるんですけど、超スローじゃんとんでもなくスローだね。ちょっと05にします。 BF ですね。05がダメなのであればもう04だね。はい、やっと釣れました。いいね、巨体してますね。あざっす。いや、ほんとやっとだよ。はい、ありがとうございました。5時間近くやってですね、トラウト1匹のみです、かなりしんどいでございます。厳しいっすね。これで4000円かよっていうところは正直なところなんですけども、まあね、前から昔から結構難しいねエリアだという情報はねありまして、なかなかね大変なところではあったので、まあこれも経験かなということで、もっともっとねトラウトが釣れるように今年も残り、そして来年もですね春までちょっと頑張ってみようかなと思います。ではですね、最後までご視聴誠にありがとうございました。ボボテッペイことボボちゃんでした。またですね次回の動画でお会いしましょう。バイ。